千葉県ラジオネームプレッシャーバースト。水曜日、白子。死角に潜んでいた川崎市民1に足払いをされて転び、川崎市民2に水をぶっかけられて、川崎市民3に童貞か聞かれる。お前やめさせてくれよ。知らねえよ。そんなやついないよ、川崎市民。あの俺、サルカニ合戦みたいなよ。話しかけられて。最後なんか来んのかなと思ったら、おめえ童貞か。敬語になるわ、違います。まず僕らはですね、アルコ&ピースという太田プロに所属するお笑いコンビでして、うん、結婚して子供がいるのが僕、平子、うん、そうですね。そして川崎出身が酒井。いや、ちょっと待ってくださいよ。なんで川崎出身だけそんなピックアップするんですか。今の言い草はお前どう見たって川崎出身じゃねえよ。どう思ってんだよ、川崎出身。言う必要もないよ。でも今日なんですが、うん、こちらの一部に昇格という形なんですけどね、うん、あの酒井のね、うん、川崎友人の会と名乗る集団からですね、そう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 、あの小さい胡蝶蘭が届いたんですよ、うん、これ祝一部昇格と書かれた、ね、いやこれ届いた時に聞いたところ、うん、めちゃくちゃでかい箱で届いたんだって、はい、すっげえでかい、なんだこれ、結構ざわついたらしいの、はいはいはい、日本放送がすげえの届いたなっつって、ざわざわってして、うん、開けてみたら、うん、ちょっとこじんまりしたのが入ってますっていうボケ。やめてくれよ、恥ずかしいって。いやこれね、さすがだよ、さすがの一言、さすがとか言うなよ。川崎クオリティやめろって。世界に轟く川崎クオリティ、しゃべえやつだろ川崎。なんだ川崎友人一同って。捨てろよこれ。もうなんだよ、目かいいし胡蝶蘭なんか。ずっと目かいいんだよ俺。いやさ、まあ、ね、応援ねしてくださってる方もいらっしゃいますから、うんうん、ラジオネーム三平。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。俺、この春から東京の大学生。シャレになんねえくらい浪人して、やっと受かった。まず舐められんように、川崎の リサイクルショップでイカチースーツ買った。色はシャンパンゴールド。キッカーレベルの肩パッドが入ってて、ズボン鬼不定やつ。試着したら、筋肉マンのサンシャインみてえだった。店のおっさんが、ナウイシごついって言ってくれたから即買いした。上下で800円。東京物価クソやしい。そのスーツ着て30分遅れて入学式に殴り込んだ。自分で言うのもバカくせえけど俺クソ目立ってた。校長も俺ばっか見てた。ミニスカのギャルたちが集まってきて、こいつマジかっけんだけどツイッターに載せっから写真撮らせろやって言ってくれたからちょい勃起した。ズボン不定からバレなかった。その後桜の木の下でカレーヌードル食ってたら、テニスサークルのチャラい先輩たちに囲まれた。おっさんもしかして新入生とか聞かれたから、誰がおっさんやねんって突っ込んだ。クソ滑った。金髪の先輩がスマッシュ打ち込んできてカレーヌードル全部こぼれた。多分二十歳くらいのやつなんだけど、年下なんだけど、クソビビった。東京の先輩マジ怖え。テニサーの人らジョーク通じねえ。大学やめて。カレーヌードルで リアリティ出すなよ。どうしろっつんだよこれさ。時代がかってきたな、ちょっとな。そうだね。チャラさんにも。最後に行った店で、うん、すんげえチャラい店員さんいて、うん、すいませんっつって、うん、僕ギター初めてやるんですけど、うん、アコギかエレキかも迷ってる状態なんです、うんうんうん、エレキっすね。エレキっす。もうかぶせ気味で二人とも俺も福田さん、ってなって、あ、じゃあちょっとなんかいいのあったらこのくらいの値段でみたいなこと言って、うん、あ、これすげえいいっすよみたいな、ウィーンとまたなんか、うん、ちょっとなんかなんだっけ、あのエルレガーデンみたいな、なんかそういう感じの好きっぽくて、じゃじゃじゃと、うん、めっちゃ音いいっしょこれとか言ってて、すげえいいっしょとか言って、あ、名前なんて言うんですかって、怒りって言います。あの水曜休みなんで、水曜以外僕いるんで来てくださいとか言って、チャレなんかチャレ、
なキャッチみたいななんか喋り方してさどっかのまあじゃあまた来ますちょっといいのもその店であったから、うんうん、じゃあ今度イカリ君また来た時ちょっとお願いしていいと思って、うん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 、ああお願いしますお願いします、イカリ君って出身どこなのって聞いたら川崎ですやっぱか川崎のやっぱねキャッチの感じ出てるんだよ中見世通りのスタンド使いがお互い惹かれ合うようにな出身者もねそうなんだよ続きましてラジオネーム子供スター水曜日酒井健太クリスマスイブこの時期健太という名前のものはケンタッキーいじりされる運命にある今年の酒井も例外ではなく神奈川県胡蝶来の会のメンバーからおい健太ケンタッキー買ってこいよというメールが届いた、うん、もう慣れっこのはずだったナタがいけなかった酒井の前に偶然あった大きなナタがいけなかったいや何すんだよ何すんだよダメだってこんなたまたま置いてあったナタがね一回言わなくていいんだよな。たまに血上っちゃったからね。やべえやつだろ、ラジオネームトゥルーマンショー。火曜日、酒井。道端にオニオンリングが縦に連なって落ちているのを見て大喜びで食い漁り、小学生から川崎のソニックと呼ばれ始める。こんな悪口ないよ。チャリ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 。これはひどい、ね、ぐるーんと中一周してひでえな来たソニック川崎のソニックラジオネームフロリダ日曜日堺24時間テレビの企画であの頃みたいにギラギラした玉川を取り戻したいと川崎フロンターレの選手と一緒に大量の金目鯛とカンパチを多摩川に放流し川崎市の生態系に革命を起こすギラギラしたってなんていつだよねえよ多分ねえよそういうことなのギラギラ愛知県ラジオネーム安藤豊、平子さん酒井さんこんばんは、ハロウィンスターウォーズパレードが神奈川JR 川崎駅周辺にて開催され青森からやってきたスターウォーズねぶた4台とスターウォーズコスプレに身を包んだ100名の参加者がパレードを行ったそうです、パレードはマーチングバンドが奏でるスターウォーズメドレーで始まり続いてルークやレイヤ姫ヨーダなどおなじみのキャラクターたちに扮した100名の隊列が登場しました、コスプレ参加者に続いて青森からやってきたドロイドねぶた、ジェダイねぶた、シスねぶた、フォースの覚醒ねぶたの4台のねぶたが登場し、沿道に詰めかけた人たちから歓声が沸き起こりました。うん、一回説明、ちょっとあのさ、説明してほしいし、うんうん、ちょっと整理しよう。はい、あの青森のねぶたのねぶたで、はいはい、このスターウォーズのシリーズを作ったと。うん、それが川崎に来たと。神奈川は川崎駅周辺に。うん、そこは一回飲み込むわ。うん、そこ飲み込まないと進まないから、うん、でいろんなキャラね、そのヨーダだったりレイヤー姫だったりね、はい、おなじみのヨーダ、うん、こうねねぶたが作られてんだよね、うん、多分あの感じでね、いろんなねねぶたが4台のねぶたですね。一応堺はその川崎出身なんで一個だけ聞きたいんですけども、うん、フォースの覚醒ねぶたはどういうこうどういうねぶたなんだろうね、作りっていうか概念じゃない、うん、覚醒だからね、うん、なんもないのをみんなだからそうか、あのキャラがバーってきて続いてはフォースの覚醒ねぶたです、うん、何にも持ってない、うん、そこだけスペースがでも1台分のスペースはあっておめえら感じろなめんなよさすがだな川崎。いやいや川崎がどうこうじゃないです、川崎がまあハロウィンが有名ですからね。あ、やっぱりこうスターウォーズともなんかこう密接な関係があるんですかね、僕らの。え、川崎とスターウォーズが、うん、いや別にないよ関係、特に何にもないよ。意外と監督がスーッて日本来日して川崎をさーって歩いた時に、
あれってヒントを得たみたいだね。ジョージ・ルーカス、うん、うん、で考えてみたらさ、うん、あのこうデススターの間をグーって入ってってさ、うん、その破壊するっていう、うん、 あ、 ね、様子あるじゃん、うん、あの様子ってさ、うん、ドラマ若者のすべてのオープニングで、うん、川崎の工場地帯を上からスーッてこうね、うん、空撮してるのと全く一緒じゃね、うん、全然違うから上空だからあれ空撮はあれてかあれあの川崎の工場地帯上からグーって撮ってんのがあのデススターの真ん中をグーって行ってる映像、それで作ってない、作ってないよ、どうなってんだそれ、監督はどう思ってんだよそれ、で監督は空からこうヘリで川崎の工場地帯見た時にあってこれだって、うん、いやなんねえだろおう、デススターってなんないよ。デスシティーズデススター他の映画撮るわだってあすごいですね。すごいですね。こんなん知らなかったですけど、僕も。スタッフ、まあ、ハロウィンは有名ですけどね。うん、だから実家帰った時さ、うん、昔のこうアルバムちょっと開いて、調べてみ、うん、な出てこないですよ、何人も。ジョージ・ルーカスと、うん、その隣に酒井の親父が立って、うん、親父に抱かれてる赤ん坊、うん、セピア色の写真。あるかな本当のエピソードゼロ。うっせえ。うっせえ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。続きまして、富山県ラジオネーム、おもちもちもちももち。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。灼熱の街、川崎。今日の気温は6000度。これは太陽の表面温度に相当する。この未開の地に足を踏み入れた我々は、とある砂壁の家を訪ね、そこに住まう怪物を取材することに成功した。男の名は酒井健太、年齢32川崎歳。男は灼熱のトイレの便器の上に座りながら我々の取材を受けた。ちなみに便座の温度は4000度。これは太陽の表面に点在する黒点と同じ温度である。我々がカメラとマイクを向けると、男はウォシュレットのスイッチを入れた。ノズルから飛び出る溶岩が男のケツを洗浄する。肛門が刺激され、さらに男のケツから飛び出る軽石。川崎、あーよくわかんないっすね。じゃあ僕オナニーするんで、それじゃあ。そう言うと男は我々の前から去っていった。帰ってきてくれ酒井健太。酒井健太こそが川崎の謎を解明する最大の鍵なのだ。木曜スペシャル、灼熱の川崎の謎を解け。 To be continued。 続くのか。一周どう思われてる。一周目で終われや。続きまして、東京都ラジオネームフクロウ。月曜日、堺。堺軍団の芸人を引き連れ、地元川崎の保育園に向かって、映画クローズみたいな感じで吠えながら走り出す。ちょっと雨降ってんのかな。なんでだよ。保育園すげえ。ステッカー差し上げます。何しに来てんだ。でもそこ行くと堺の地元の川崎のゆるキャラはあのウォーボーイズですからね。いやそれあれマッドマックスのやつだよそれ。あの白塗りの。いや違うから、川崎のゆるキャラ知らないから俺。このウォーボーイズなんですけども、残念ながらゆるキャラランキングから圏外ということで。ゆるくねえしな、まず。ちなみに堺もね、このウォーボーイズ出身ということで、違うよ、まあ、悔しさはひとしおだと思うんですけども。なんだウォーボーイズって。少年野球だろ、もう。川崎ウォーボーイズ。東京都ラジオネーム、トゥルーマンショー。火曜日、堺。病欠で倒れたので川崎元気もりもり病院に担ぎ込まれ、中身が氷結の点滴を受ける。バカじゃないの。川崎元気もりもり病院。ステッカー差し上げましょう。実際ありますもんね。ねえわ。ねえねえ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。この番組でも散々川崎いじられてるでしょ。まあいじるっていうか、まあまあはいはい喋ってはいますけどね。
マッドマックスとかゴッサムシティとかさ、まあ、モデルかね、もともと先週はほらなんだかウォーボーイズ、ウォーボーイズね、川崎の有力キャラだ、そうですね、全然違うから、うん、なんか金龍街にハラスカした野犬がうろうろしてるうんじゃないの、いないんだよそんなやつ、野犬もいないし、寒いから今余計に多いでしょう違う日本中の野犬が金龍街の暖を求めて集まってそんなんじゃないの続きまして石川県ラジオネームクジラ探し。木曜日アメトークに川崎いいとこ芸人で出演した酒井、右袖に骸骨剣士、左袖に暗黒魔道士と自分で書いたモッツコートを羽織って登場し、 MC の宮迫に酒井君これ TV ショーやでと突っ込まれるが、一点の曇りもない目でキョトンとするあ、ドクロ剣士かな、骸骨剣士、いやそのイメージだからね、外から見ると、いやいやないないない、そんなイメージないから、暗黒魔道士モッツコート上場軍団とか一緒に出てるな東京都目黒区トゥルーマンショー。金曜日酒井、テレ東にてコントと現実の境目を見失った酒井がお笑いをやめ、地元に帰って自分を見つめ直すドキュメンタリードラマ、神奈川県ゴッサム区川崎の放送がモザイクまみれでスタートする取材拒否みたいな、モザイク映せねえものだらけそんなことないから、あの人しか映ってない場合、まあね、ジモンさんだけ映ってる富山県ラジオネームおもちもちもちももち。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。東京、日本の首都、世界最大のメガシティの一つであり、2020年のオリンピック開催地横浜、神奈川県の県庁所在地、横浜 DeNA ベイスターズ、横浜に本拠地を置くプロ野球チーム、監督は元ヤクルト巨人などのアレックス・ラミレス、川崎、その歴史は8億年を優に超え、大使館の地下には数えきれないほどのワカサギが生息川崎フロンターレ、夢を司る妖怪、夢を叶えた人間を連れ去っては夢破れた人間に食わせ来世のエネルギーへと変える、川崎宗則、セミの一種、しかし通常のセミとは違い、寿命が690年あり、地上に出てきた後はライオンズマンションに巣を構え、ミーンミーンとだるそうに鳴く。著書荒川よしよし、実録妖怪大図鑑より抜粋危ねえ、すっげえディスられると思ったわ、ね、フロンターレの描写もよく全然よくわかんない続きまして埼玉県ラジオネームぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。月曜日酒井、平子の息子一流くんと一緒に川崎最大のテーマパーク川崎めちゃくちゃ楽しいランドに行き、二人とも全身傷だらけて帰ってくる。何があったんだ、何ちゅうアトラクション乗ってんだよ、めちゃくちゃ楽しい、何なのその乗り物、分かんない、川崎こういういじり方するんですよ、なんか川崎めちゃくちゃ楽しいランドヘビーな街のイメージあるしな、そう川崎ってな、元気なんとか病院とかあったもんね廃墟だそんなのかな廃墟そんなないですけど工場跡とかそういうことそういうことなのかな、ラジオネームアンチェイン。金曜日一服中の酒井、川崎ジャンボライターでタバコに火をつけ前髪がなくなる、ちょっと待ってくれ、なんだそれ、名物川崎名物ジャンボライター、なんだそれ、ありそうだけどな、ジャンボライター、うわジャンボ、スナックとかの置物とかでも絵柄とか様々だ ね、 そうだね、川崎の川崎ジャンボライター、なんでありそうなんだろう川崎わかる続きまして愛媛県ラジオネーム2012。日曜日酒井、鉄板焼き屋にて
川崎あっぱれ焼きを注文し1500円を無駄にする川崎あっぱれ焼きなんだよそれいじり方どうなってんだ川崎の最近のでっけえけど生地だけとかあの生地だけだ1500円ラジオネーム大山水曜日堺川崎おっぱいボインボイン風俗に行ってチンポコ超気持ちよくなるようコースを選ぶひてひて俺は実際にあるねえわ風俗とコース、ね、え川崎おっぱいボインボイン風俗風俗でいいチンポコ超気持ちよくなるようコース雑なめられすぎてるよね本当だ来てみろ言ってそのイメージできたら、じゃあ続きましてラジオネームオフサイドトラップ日曜日堺母の誕生日なので行きつけのケーキ屋でモニュモニュプルリンケーキと親父と酒でも酌み交わすかと思い川崎第6のビールを買ってフォンフォフォンと歌を歌いながら家路を急ぐフォンフォフォンってなんだユートピアだもんモニュモニュプルリンケーキ川崎第6のビールは本当にあるんですねえ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 よ親父の墓にジャーってかけて第6のビール油まみれ油だな愛知県ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ水曜日堺謎な川崎を出た瞬間、うん、川崎にしかいない固有種の川崎チョキチョキサソリに噛まれて全身が点滅する点滅するどういう状況なんだチョキチョキサソリってなんだよマリオとかに出てくるけど川崎のステージねえだろマリオ、ラジオネーム三平お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ川崎の狂犬田口くんのツイッターより抜粋1月5日、ドンキにクソ可愛い店員いた、後でもっかい行く。1月6日、ドンキな、あの子キンパ似合いすぎ。1月7日、あの子と喋った、名前リオナ、ザイルの高弘ファン、センスいかち。1月8日、カップラ買ったらリオナが箸つけてくれた、明日絶対告る。付き合ったら写メのせっからマジ見とけよ。1月10日、飯食うのダリー。1月11日、シコンのダリー。1月13日、体あっちインフルくせ。2月1日、ワタミにクソ可愛い店員いた、明日告る。2月4日、ゲーセンに溜まってる厨房うぜえ、全員ボコ。2月5日、大宮に引っ越す。ギューンって大事なとこあんま書いてないですよね重要なとこ。体あちいインフルクセラジオネームペリー黒船水曜日堺さおっぱじめようか戦争をよとゆっくり腰を上げた堺は最強最悪のアウトロー軍団川崎おしっこちびらせ隊を率いて京急子供の国駅で下車する雑魚だろそんなやつだ京急子供の国駅ねえよ死の軍団
全身白塗りのちびっこだろもうウォーボーイズ続きまして大阪府ラジオネーム今ビーフン食べてます。火曜日堺川崎おっきいおっきいレジデンスの大家の堺は、ね、早朝から玄関先の草むしりをし今日も登校するうさぎさんやくまさんにいってらっしゃいと笑顔で送り出す。いやおっきいおっきいレジデンスもう川崎の世界観でもなくなってきたから島次郎みたいな続きまして、目黒区ラジオネームトゥルーマンショー。金曜日堺1000円自販機やってみたというもや様の猛烈激烈劣化コピー激草最悪企画動画を YouTube にアップして再生広告収入で2円稼ぎ川崎にマイホームを建てる。建てられないよ。どんなどんな。めちゃくちゃ言うな。猛烈激烈劣化コピー。いるんじゃないでも。いやいるでしょうね。いるんじゃない。ね。続きましてラジオネームホットウォーターホーク。土曜日堺。事務所の金でアメリカのオハイオ大学に語学留学することになったが手違いで川崎のオハイオ大学に留学してもらう。大学オハイオ大学なんかねえよ。バカにしてんなもん。バカボンの世界観。川崎オハイオ大学天才だけが。ラジオネームクレイジークレイジー。火曜日堺自分の半生を振り返った自伝暴力と笑いと時々ケンちゃんを集英社から出版し川崎のリアルは野生だったという津田大輔の意味不なコメントが帯に乗る。いいね。川崎のリアルは野生だ。意味は分かりそうで分かんない。ああえってね。続きましてラジオネームクレイジークレイジー。土曜日堺堺軍団の子供たちを各自折り紙セットを持参の上ジャンボ公園に集合させ折り紙の中から金と銀の折り紙だけ徴収して解散させる。なんなんだよ子供の扱いどうなってんの。ジャンボ公園バカばっかりそうなジャンボ公園タイヤのおもちゃみたいなのあるじゃん、ね、ありそう。そこに堺が座って、続きましてラジオネームペリー黒船。日曜日川崎市とうとう三池崇史に実写化される。川崎市は実写ではないんだよね。実写だから実写っていうのもおかしいけど川崎実写化してみてえなて挑戦だけどな。なんだと思ってんだ川崎どう見えてんだ。映像化不可能と言われたあの川崎市がロケ行け。千葉県ラジオネーム大山。お父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだ。我々取材班は公園で小学生たちとたむろする男性に密着した。何撮ってんだおめえら堺軍団に何の用だこら。タバコ代わりにココアシガレットを加えるその男は一筋縄ではいかなかった。ギャラよこせギャラ。カメラ回してんだろおい。我々は河原で拾ったカピカピのジャンプを手渡した。なんだおめえらいいやつだな。全身タウン&カントリーで身を包んでいるその男は宝物を見せてくれた。これなんかわかる？そうスパナ。でも普通のスパナじゃねえから。スプレーで黒く塗ってあんの。かっけえべ。こうして我々取材班の超ウルトラ警戒野生空中都市
川崎の取材は幕を閉じた。いや、俺はもう怒っていいよ。本当に。とうとうここまで。スパナ黒く塗るとこまで言われてるよ。ひでえな、川崎アルファベットだからな。しばんばかりしてる。